よくもこの私を侮辱してくれたわね。はいつくばって土下座でもするのが筋ってもんでしょうが。出なきゃ可及的速やかに死ぬか。なぜだ、混乱に乗じてもっと力を得ることもできたはずなのに、せっかく集めた魔力を人間のために使っているだと、一体何を考えているのだ魔王サタン。死ねばやめようよ。え、それでさ、私が本当に死んだらどうするの。きっと後味が悪いよ。もっとちゃんと言葉を選んだ方がいいよ。しぼむ、膨らむ、今だ。でかした。ブルク起きて。ねえブルクってば。私エルシア・デ・ルート・イーマと言います。みんなはエルシーと呼んでます。地獄から派遣されたかけたま隊の悪魔です。はい、私でした。カナセ・カノンです。全部私のせいですね。ごめんなさいでした。今日は淡いピンクの水玉か。ああああいきなり何するんですか、サテン。ああ、クラスメートに敬語とは相変わらず他人行儀だね。どれ、親睦を深めるためにもう一回。パパがログアウトするまで一緒に寝てもいいですか。心配してたんだ。メアのやつ、お姉ちゃんがいるって言いながら一人暮らししてたり、何か人には言えない難しい事情があるんだろうなって。今は話してくれなくても、もっと仲良くなったら相談してくれるかなとか。